校野球試合を流れ傾きすぎて主導権を得ていない。どうも、それです。はい、ということでね、花巻東対市和歌山、佐々木麟太郎選手をやっと見に来て、甲子園に来ました。いきなりチャンスで、ね、これ回ってきますね。第1打席は豪快なスイングでね、チャンスに倒れました。花巻東が先制ですね、先制点花巻東。フルスイングを、ね、見てくれました。第3打席もヒットはならず、市和歌山の米田君になんとかしっかり抑えられてますね。8回の思ってですね、市和歌山のね、米田君がめちゃくちゃいいピッチングしてて、花巻東、うん、3打席目ファーストゴロ、打ち取られました。なんかランナーをね、出せずに2アウトからは出てるんですけど、先頭バッターがね、あんま出てきなくて、チャンスもね、初回と2回しか、ね、ないんで、完全に米田君で、ね、思うままに、それは先発ナンバーワンのピッチャーですけど、5対1で、ついに最終回ですね。お、先頭バッターが出塁、ノーアウトランナー2塁。勇気のいる攻撃だったんじゃないですか。ここから2人出れば佐々木麟太郎選手にもあります。展開があった5対3、米田君が捉え始めてきますね。2番の渡辺君が出塁したら、佐々木選手に回ってきます。まさかまさかですね。ちょっとやっぱ米田君がね、150球いってるんで、やっぱり若干ね、ボールのキレやったりとか押してきてるのかなと。でも変える気配はないですね。はい、ということでね、まあ阪神来年、まあ、ドラフト1位で、取る可能性がね、高い佐々木麟太郎選手をね、まあ見に行ったわけなんですけど、まあ今回のね、この春の選抜、まあ甲子園デビューということで、今4打数無安打、2三振とね、まあ、ほろ苦いデビューとなっていました。まあでもね、豪快なね、フルスイングも見せてくれたんで、まあまだね、経験値っていうのがないとね思うんで、相手のね先発の、ピッチャー米田投手、はい、まあ今年ね、もう新3年生か、まあやっぱりね1年差があるということで、米田投手の方が1枚上手だったということだと思いますよ。まあ相手のピッチャー、まあプロ注目のね、この選抜ナンバーワン右腕ということで、まあ封じ込められましたけど、まあ波のピッチャーが出てきたらね、普通に打つんじゃないかなと、そういう風に思わせられるスイングしてましたね。まあ本当にこうフルスイングして、あれだけをね、やっぱりフルスイングっていうのは魅力的だし、見てるファンもね、そのスイングを見れただけで価値がねあったと思えるような選手でしたね。本当に阪神でいう佐藤輝明選手みたいな、そんなね感じのバッターでしたね。ヤフーニュースの方でもね、初めてのね甲子園ということで、まあ、どうでしたかみたいな質問で、まあ、小さい頃からね夢に見た場所で、その舞台にね、まあ、立ったわけなんですけど、まあ、センスのなさが自分には足りないと思っていて、まあ、夏
に向けてこれからしっかり練習してまた戻っていきたいということで、結構ねこのインタビューでもかなりそのセンスがないという風にね自分を表現する場面が結構多くて、まあ監督からもね入学してから大谷翔平選手、まあ花巻東のね先輩なんですけど、その大谷選手と比べたら将来性もないし、まあ早熟タイプだと言われてきて、今でもセンスがないと思っていると、はい、まあいうことで、まあ結構ね監督からもね期待を込めてのねこう厳しい扱いというか、まあ、本人がね満足しないように多分こういう風に監督は言ってると思うんですけど、まあそれをねしっかり真に受けて努力をねしていこうと、そういう姿を言葉でね表していて、まあインタビュー中もね結構涙流したりとかしていたそうなんで、結構ね今後期待できるかなと、はい、まあやっぱりそういうね屈辱というか苦い思い出があった方が選手は伸びるんで、次の夏がねすごく楽しみですね。まあ、夏はね一番強い打者になって戻っていきたいという風にね本人も言っているんで、本当にこの2年生さらに3年生になった時がすごくね楽しみになるかなと。まあ、やっぱりね漫画でもね何でも、こういう悔しい経験とか、屈辱的なねことを味わってからのねこの成長曲線というか、そこがねアスリートの、まあ醍醐味というかね、見ているファンからしたら、そういうところが面白いと思うんで、まあ一つ今回は覚醒するストーリーをね作ったと、糧になる経験を積んだということで、まあ、いいんじゃないですか。まあ、阪神もね2年間追っていくらしいんで、このトラヤマもね2年間追っていこうと思うんですけど、まあ、選抜はね、まあ勝った市立和歌山、まあ、米田投手ね、まあ、どこまでいけるか楽しみですね。はい、それではね、今回はこの動画を終了したいと思います。この動画を見てくれた方はぜひ高評価と、チャンネル登録、そしてコメント積極的天才よろしくお願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。